上野俊一は、日本の昆虫学者、昆虫分類学者、洞窟生物学者、大阪府茨城市出身。父は、京都大学教授であり、動物学者の上え野松造。元国立科学博物館動物研究部長、名誉研究員、ハーバード大学昆虫学研究室客員、研究員、大阪府茨城市に生まれた。父は当時京都帝国大学講師で、 動物学者として知られる、上野ゾ造である。1934年、上野は幼稚園に入園したが、体が弱く、幼稚園を休みがちだった。このことを父であるゾ造は大変心配し、当時の勤務先で今日構えていた大津市の丘陵地で、動植物を観察するためによく屋外に連れ出し、様々な種類を教えていたという。また、 幼い頃からマスゾの親友である江崎定蔵が頻繁に家に訪ねてきていたようで、日常的に昆虫学に触れていた。1938年、尋常小学校2年生の時、一家は大阪府豊中市に転居した。この時、すでに軍化の足音が聞こえ始めており、様々な苦難に直面することになる。1943年には、旧正中学校に入学した。 この頃には戦争は激化し、航空機工場に学徒動員されたり、住む地域が激しい爆撃を受けたり、食糧不足に耐えたりと、中学時代は特に厳しい生活を送った。後に、これらの戦中、戦後の経験が自分を強くしたのではないか、と語っている。このような状況でも、上野は、昆虫、特に甲虫類への興味や関心を深めていく。高校時代には、 父の紹介で、関西昆虫学会の戸沢信義、大倉正文、松田津と虫ゴミ虫類研究のパイオニアと知り合い、これら分類国への興味が強くなっていった。1949年に、京都大学農学部に入学する。学部時代の指導教官は、内田と郎であった。同年3月には、上野の人生初の論文、 集団島民が MDK ニュースに掲載された。この頃には江崎帝蔵の訓導を受け、盲目のゴミ虫類への興味が強くなっていた。しかし、当時の昆虫学会の常識として、ヨーロッパやアメリカの地市の安定性や古さに比して、日本は非常に地殻変動が多く、安定的な期間は短い。そのため、日本列島では、 盲目の昆虫が分化することはできないというのが通説だった。大学に入学して最初の研究テーマは解明率がある程度高く文献も揃っていた水際ゴミ虫赤ベンビジーナへの分類学的研究を選んだが現在に至るまでその成果は発表されていない。龍画堂の入り口チビゴミ虫の一種トレカススプレンデンズジェミンガーハロルド 1868、上野が一生にわたり研究することになる地下戦争に住む盲目、チビゴミムシとの出会いは1949年、秋だった。小さなバイアル缶に入った4頭のチビゴミムシが、そのきっかけとなる。その標本は、上野の指導教官であった、洞窟生物学のケニー、吉井良造が1939年に、 京丹波町の湿子小乳道で採集したもので、当時は全く知られておらず、画期的な発見だった。上野は、1951年に、これらの標本のデータをもとに、自身で採集した標本を、タイプ標本として新属新種、ヨシイメクラチビゴミムシヨシイートレガス大島イエス、ウェイの1951を、命名記載した。この発見は、 今後の人生を決定づけた。幸いなことに、京都大学の同級生に、高知県と栃木県出身の者がおり、彼らからその地域の洞窟や小入道について様々な情報を得ることができ、それぞれの故郷に上野を招待してくれた。1950年の春先には、上野の人生初の四国の洞窟への最終旅行に出発する。 最初に訪れた洞窟は、高知県上市の龍河道であったが、天然記念物に指定されており、当然採集はできなかった。しかし、翌日に、日本の洞窟生物学の先駆者である、高知女子大学の石川重次二郎と出会い、石川の随で龍河道での調査許可を得られる見込みとなった。さらに、5箇所の洞窟に、メクラの2種の洞窟性ゴミ虫が生息し、 採集されていることを知る。石川の案内で、上野はそれを観察、採集することができた。なお、この2種は、同年に、農業技術研究所のハブアキラサルによって、竜河道メクラチビゴミムシリオグダス石川へハブ、1950、ホラーナヒラタゴミムシジュジロア日本に以下として記載された。この採集旅行は、成功裏に終わり、洞窟に入ることへの不安は吹っ飛び、 洞窟調査への自信を持つことができたという。上野は京都に帰るとすぐに吉井目倉ちびごみ虫が採集された筆詞小乳洞の調査に乗り出した。高知での経験が大いに生かされ、良い成果を得ることができた。そこで調査が行われていなかった鈴鹿山脈にあるいくつかの洞窟を調査してみた。 すると、今まで知られていなかった複数のメクラチビゴミ虫の新聞類群に属する種を採集することができたので、ある。これには父、マスゾウはもちろん、師匠筋である、ヨシイ良造や江崎帝造も非常に驚かされた。成果を知った皆が、日本の洞窟には赤い宝石たちが住んでいて、日本中にまだ見ぬ新種がたくさん潜んでいることを確信した。 これらの初期の研究成果は1952年になって、ニューケーブ、ドウェリング・トレキッズ・オブ・ジャパンと、オン、A ーケーブ、ドウェリング・アスフォード・ド・ファウンド・イン・ジャパンの2本の論文として出版された。吉井メクラチビゴミムシが生息する、筆子小乳道上野の調査で、日本列島には、洞窟性昆虫の潜在的なポテンシャルが高いことが、わかり、1951年に、江崎や、 吉井らと共に、日本列島全体を対象とした体系的な洞窟調査のプロジェクトを開始した。このプロジェクトは1955年までの後、可燃計画で行われ、発案者の上野や吉井は、もちろん、京都大学探検部や、全国の大学探検部、協力者らの協力も得て、日本で当時知られていたほぼすべての小入道を探検、調査した。その結果、 非常に多数の地下性の動物が採集され、そのほとんどは今までに誰も見たことがない新種などの未記載種であった。得られた標本は各分野の専門家に分類学上の検討を依頼し、その結果それらの分類群を記載する多くの論文が発表された。発表された論文には調査の発案者である上野を冠して学名や和名への懸名が相次いだ。 その後も上野は、チビゴミ虫や、洞窟性の動物症の分類学的研究を継続し、多数の論文を執筆していく。1960年、上野は、京都大学大学院理学研究科博士課程を修了、理学博士の学位を取得する。博士論文は、日本のチビゴミ虫類、特に洞窟種の問題についてで、5000ページを超える、対策であった。 あまりの暑さのため、そのままでの論文出版はできず、多数の論文に分割して、学会誌に掲載された。博士号取得後、1962年まで、京都大学で研究を継続した。日本における地下水生動物賞の研究をリードしていたのは父であるマスゾであった。上野と地下水生玄五郎との出会いについての前に、日本における地下水生動物賞の研究誌について、 少し記述しておく。日本において地下水生動物の研究が始まったのは古く、1889年に遡る。この年、獅子戸一郎によって、東京市ヶ谷の井戸から関東移動を済むシファゴサタ、パップリフェラが採集されたのが最初であるが、記載されたのは27年後の1916年になってからだった。次の発見は、1915年。 河村民事によって、滋賀県大津市の井戸から、メクラミズムシが採集されたもので、WM タターソルによって6年後の1921年に、フリートゼラス河村井として記載された。さらに、翌年、1922年には、メクラヨコエビの3新種が記載されたほか、三重県津市の柏原邸の井戸で、原間五六によって、淡水性のクラゲの1新種が発見され、 岡沙次郎と共に伊勢ズ水ラゲリムナコディウム伊勢穴、岡原、1922として記載された。これらは偶然の産物として発見されたものであって、日本における地下水生動物賞の体系的な研究はしばらく後になってからになる。1945年頃から、兵庫県に住む森本義信が井戸地下水の調査を開始した。5年後の1950年、森本は、 姫路市の井戸から奇妙な甲殻類を発見する。この標本は上野桝造に送られ、その結果当時ヨーロッパの一部からしか見つかっていなかった昔エビの新種であると同定された。辰野高校の理科教員だった三浦慶文が採集した標本と合わせ、桝造の手によって、昔エビバソネラ森本岩への1952と三浦を長昔エビパラボシネラ三浦岩への 1952として命名記載すると当時の動物学会はちょっとしたセンセーションが巻き起こったという。森本義信はこの発見をきっかけに全国各地での地下水生動物賞の調査を本格化させ多数の新種を発見しており、まさに地下水生動物研究のパイオニアといえる存在である。この発見には上野俊一にも関わったもので、 マスから指示を受け各地の洞窟での調査の途中で、汽車やバスの待ち時間にはポンプ井戸を探し、ギリギリまで井戸を押し続けるという仕事が加わった。そして、1951年10月、兵庫県大使町の井戸から森本義信によって2種の言五郎が発見される。得られた標本はすぐに上野の元に届き、森本義信はもちろん、 三浦や上野自身も兵庫県と京都府を中心に調査を進め、追加個体が得られた結果、1957年に、新華新族新種の昔玄五郎、フリータジツレリクトゥスェーの1957と、消し玄五郎赤の新族新種、メクラゲン五郎森本アフリーティカエスェーの1957とその亜種、三浦メクラ元森本アフリティカ三浦の 1957として記載されるに至った。当然、これらの新種は、昆虫学会における大ニュースとなり、様々な研究者が地下水での可能性に注目するきっかけとなった。後に、九州大学の教授となる森本カツが、高知県の実家周辺の井戸での調査を行い、新種のメクラゲンゴロウを採集している。後年、1996年に、上野によって、 トサメクラゲンゴロウ森本は森本イエスウェイの1996として記載されるなど地下水生昆虫症研究において極めて大きな影響を与えたといえる国立科学博物館上野本館の正門上野が就職した当時は研究活動も上野本館で行われていた中国の振動屈性チビゴミムシドングダイツファウラリー中国の振動屈性。 チビゴミムシギアフェノップス1962年、上野は、両生類、爬虫類担当の学芸員として、国立科学博物館に就職した。当時、国立科学博物館の昆虫担当の学芸員には、中根武彦と黒沢義彦が務めており、昆虫の枠がなかったのである。しかし、上野は、両生類、爬虫類の調査研究活動を続けることを条件に、 チビゴミ虫や洞窟性生物の研究を続ける許可を得ていた。実際、両生類、爬虫類研究でも成果を残しており、1963年に出版された原色日本両生類爬虫類図鑑を表している。この頃には、上野は昆虫学会で凄腕研究者として注目されるようになっており、1963年までの 論文の本数は88本にも及んだ。1967年8月、上野は京都大学によるマレーシアとタイと生物省調査に参加した。しかし、8月9日、タイチャンタブリー県での調査の際、上野は交通事故に遭い、右手を骨折してしまう。すぐに、バンコクの病院に運ばれ、手術が行われた。幸い、手術は成功したが、 一ヶ月の入院を余儀なくされる。その間に、京都大学の調査団は帰国してしまった。入院生活から解放されると、上野は3ヶ月間にわたり、腕をつった状態で単独で、大北部の洞窟の調査を続けたが、不自由な腕では満足な調査はできなかったという。帰国して、すぐの1967年12月には、ハーバード大学の PJ ダーリントンに、 客員研究員として招かれ、渡米する。ダーリントンの研究室には、南アメリカのチビゴミムシの標本が極めて充実しており、感銘を受けたと述べている。また、アメリカの洞窟も調査したほか、ダーリントンから指導を受け、議論ができたことは、上野にとって大きな財産となった。1968年に帰国した。また、同年。 国立科学博物館動物研究部の昆虫担当の研究員に正式に移動する。その後はさらに研究を進め、1975年には日本洞窟学会の立ち上げに参加する。1978年、洞窟学入門暗黒の地下世界を探るを出版。日本で初めての洞窟学、洞窟生物学の入門書として知られている。 1985年には、現職日本昆虫図鑑通館を発行。日本の昆虫研究の金止等であり、現在に至るまで類似の書籍がない極めて優れた図鑑である。1986年に自ら立ち上げた、日本洞窟学会の会長に就任。1987年には、国立科学博物館動物研究部昆虫第二研究室長に就任した。 1994年に国立科学博物館動物研究部長に就任した後、1995年に退任。その後は動物研究部の名誉研究員として在籍した。1990年代から2000年代には、日本はもちろん中国やインドシナ半島での洞窟性、地下戦争性チビゴミ虫の解明にも力を注ぎ、多数の論文を発表した。中でも、 ドングダイツやギザフェノップスの新種などに代表される極めて特徴的な形態を持った振動窟製メクラチビゴミ虫の研究は特筆に値する。これらの調査で複数の親属新種を含む多数の新種を記載し中国のチビゴミ虫症の解明に大きく貢献した。2011年に上野の人生最後の論文がエライトラニューシリーズ詩の総刊号に掲載された。 その題名は、ニューブリントトレッチインビートルズビロンギングツーザ、クラシアトレカス、コンプレックスフロムノースイーストジャパン、ツー、スピーシーズフロムザオマウンテンズであり、最後まで人生を、チビゴミ虫の研究に捧げたことが現れている。2020年10月3日、日本校中学会ホームページで訃報が伝えられた。去年89歳だった。 国立科学博物館の特別研究員時代に上野の指導を受けた丸山宗都氏は多数の論文を添削していただくとともに多くのことを教えてくださった師匠であり同時に祖父のような存在でもあった。旧大に就職が決まった時に自分のことのように喜んでくださったが昨日のように思い出される。とツイッターに投稿しその死を悼んだ。ありがとうございます。